立憲民主党が中国訪問時に、えー、統一戦線工作部と、えー、会見をしていたことが分かりました、えー。これについてお話ししたいと思います。えー、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。 ただいま、令和6年の10月9日水曜日、時間が0時30分になろうというところでございます。はい、ちょっと夜遅くの動画となりました。まあ、今回はですね、ちょっと1ヶ月以上前のニュースなんですけれど、まあ、立憲民主党のですね、まあ、岡田克也さんであったり、本庄聡さ,さん、えー、といった方々がですね、まあ、中国訪問して、まあ、共産党のね、幹部とま、会ってたということもそうなんですけど、統一戦線工作部の幹部ともま、会ってたということで、 で、ございますでこの統一戦線工作部っていうのはですね、もうガチのスパイ組織ではなかろうかということで、まあ、ただ日本であんまり話題になってなかったっぽいんですよね。でも、まあ、今回ね、あの、スパイチャンネルさんがこの件扱っておられましたので、まあ、自分も注目したと、注目したというか知ったということでございます。確かに東京新聞とかはね、報じてたんですけれど、まあ、ちょっと気づかなかったというところですかね。はい。まあ、ちょっと、あの、こういうね、あの、写真があります。進化も日本語ということで、 まあ向こうの,、ね、あの新聞ですね、はい。ということで、石、えー、大法師、立憲民主党代表団と会見ということで、8月30日の、ね、ニュースになります。岡田克也さんとね、まあ、握手してますよね。えー 中国の赤大法共産党中央政治局委員、中央統一戦線工作部長は29日、えー、日本立憲民主党の岡田克也幹事長を率いる、えー、同党代表団と北京で会見したということで、まあ、話し合いがですね、まあ、こういう形でなされて、えー、おります。まあ、おそらくですね、あのまあ、奥の…おみ 奥から3番目に見えるのが、まあ、岡田克也さん左ですね。で、一番奥が田島舞子さん。そして、えっ、ー、と、あとはですね、あの、本庄聡さ,さんが、まあ、あの、左のね、前から2列目かな。で、まあ、前から3列目が、玄馬健太郎さんだと思います。まあ、東京新聞のね、記事にも、あの、まあ、この4人の訪問団の名前は書かれてありました。 とういうことでございます。で、まあ、ちょっとね、あの、稲村優さんっていう方がね、こんなことをおっしゃってるんですよね。ちょっと紹介しますね。はい。えー、立憲民主党は相手、統一戦線工作部がどういう組織か理解しているのでしょうか理解しているのであるば何を考えているのでしょうかということで、結構ね、あの通,通列にね、批判をされて、えー、おられます。はい。えー、これがどれだけ危険なのか認識した方が良いと思います。と を書かれております。はい。まあちょっと一つ,つ紹介させていただきました。あとですね、ジャーナリストの三木慎一郎さんもね、ちょっとお話しされてますね。はい。え岡田克也幹事長ら立憲民主党議員団が今回の中国訪問時に中国共産党と交流強化の覚書を交わしたり、中共中立、えー、中央統一戦線活動部長と会見し、両方の 交流強化をを約束ししたり、どういうういい神経をしているんだろうということで、まあ、あの、こちらはね、東京新聞の記事、リンク貼られておられます。ということで、まず議員団ね、あの、一番最後に書いてあるんですけど、玄馬健太郎、静岡白区と本庄智、千葉白区、両衆議院議員、田島舞子参議院議員、愛知選挙区も参加したということでございます。 まあ、東京新聞にはね、あの記事書いてありましたね。はい。まあ、ちょっとこれはね、あの、気づかなかったんですけれど。まあ、一応、X 上でもね、あの、この記事ありましたけれど、まあ、あんまりね、あの、注目されてなかった感じですね。まあまあ、ということで、今回ね、あの、スパイチャンネルさんが、ね、まあ、扱ってくださって、まあ気いい、気、気づくきっかけとなりました。はい。えー、ということで、あ,あ、そうですね。ちょっと、はい、東京新聞の記事ですね。確かに出てまして、 でまあ、ビューが3986ですね、8月29日に書かれてて、ということで、まあ、あんまり注目はされてなかったんですね。はい、で、ちょっと統一戦線、えー、統一戦線工作部に関する紹介記事が、まあ、ありました、2022年10月24日の、えー、なんだっけ、フォーサイトに書かれてる記事になります。まあ、ちょっとこれ 少し長いので、まあ、記事をね、あの、割愛しますけれど、ちょっと主要なタイトルの、まあ、記事いくつかの章に分かれてて、主要なタイトルのところだけ読みますね。え、習近平のスパイたちは魔法の武器、統一戦線工作部に手を焼く欧米情報機関ということで、まあ、欧米もね、手を焼いているという感じですかね。はい。えー、にわかに注目を集めつつある中国共産党の情報機関、統一戦線工作部、プロパガンダ工作を中心とする 非伝統的、非対照的なその情報活動は、欧米諸国を手こずらせているという。ということで、ね、あのまあ、詳しくはもう概要欄の方に、ね、リンクを貼っておきますね。まあ、大きな小とのタイトルだけちょっと見ておきましょう。総書記が自ら強大化させた情報機関。で、次が、孔子学院も統一戦線の参加。まあ、日本にも、ね、ありますよね、はいで。外交安保コミュニティも侵食。 いうことでまあ、すでにね、あの、やられてると欧米でもやられてる。だから手を焼いているっていうことなんだと思います。あと、はい。重層的な工作で情報漏えい。はい。で、次。CIA 工作員を追尾する中国。ということで、ま、あの、向こうからもう結構ね、あの、まあ、積極的にやり、やってくるみたいな、そんな感じなんでしょうかね。まあ、詳しくはね、あの、記事の方を見てください。ということでですね、まあ、今回、えー、はい あ、すいません。えー、今回ね、あの8月下旬のま立憲民主党のね、あの中国訪問の、えー、にまつわるお話をさせていただきました。まあ,あの今回はね、あのスパイチャンネルさん、えーま、あの、またまたまたたまたまというかまあスパイチャンネルさんの動画は結構ね、あのもう最近ずっと見るようにしてますけれど、はい。今回はもう出ど出どこ、ね、の記事の出どこもはっきりしてたので、はい。ちょっと。 皆さんとも共有させていただくことにしました。ということで、今日の内容、面白い興味深いと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。ちょっと鼻声で失礼しました。